ヨアキングさんもこんばんざい、こんばんざい、みなさんこんにちは。バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくお願いします。あくびしちゃった。一本目が時間次第か。あれ出したかも。あれ出したよね、うち。ちなみにまあ無理ですね。泣いた、やんだ。おはぎあおさん、ありがとう。本レベルが11に上がりました。ありがとう、ありがとう。あくびが止まらないお姉さんでごめんすぎる、ごめんすぎる。あと1時間早ければ泣いた、泣いたです。クリーンバッグがちょっと調子悪いというか、なんか動いちゃうんだけど、これどうしたらいい？動いちゃうんだけど、これちょっと待ってね。戻ってかいな。ラジオの時までは聞こえてた？マイクミュートじゃない。にゃんさんこんばんざい。すき焼き月見きれいに咲かせ、え、それはちょっと気づいてないな。帰ってきた声、戻ったっぽ。了解、よかった。なんかラジオになった瞬間聞こえなくなった。じゃあなんか不具合だな。なんかラジオにするとさ、なんか大体なんかバグるんだよねって言いながらやっちゃってごめん。おじさんヤッホー、初見です。嘘です、嘘ですだな。ヤッホー去るのが早いけど、ヤッホー、いやちょっと眠眠子って感じ。クロマンさんこんばんざい。ちょっと待って、これ三人の八木の三人付きにあのだけ綺麗に咲かそうだった。泣いた。ちょっと遠いからバレないかなというか、カメラの画面に映ってる月見のやつとかの画面はうちはちょっと遠くて見えてなかったって言い訳しとくね。ね、今日の配信始まる前からめっちゃ コメント考えてたのに。何、どうしたの？考えてたのに。ネオンさんヤッホー、あれヤッホー。葵さんはね、都内組です。よろしくお願いします。都内で3日間ライブがあります。あのマジでめっちゃ歌うんですけど、ちょっと3日間ちょっとだけ予約が寂しい日とかもあったりしまして、結構あるかも、予約寂しいかもみたいなライブもあったりするので、もう会える限りたくさん会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。ちょっと本当にあの体験生選抜企画がこの今週の日曜日で終わりなんですけど、最後追い上げということでお願いします。ヤフカシさん、お、トム、ヤッホー、こんばんは、ヤッホー、元気？初見ではないけど、今日、確かに、今日は初めて、それはそう。まだ2時間ちょいしか経ったら、初見です。ヤッホー、ゆきさん。やっ。ナースコスが見られるってことです。そういうこと。47時間目、雨の神を放射した時と喘息が収まったってやつをずっと考えてたの。昨日のツイートからずっと考えてたの。深夜配信時々寝てしまってくれない。おはよう。今日は何の日でしょう。スプラトゥーン発売日ってこと。今日からスプラ配信になります。頑張れー私は怖い。ナースコス、あ、そうですね、ナースのコスプレは特典会でしますので、ぜひゲットしてください。よだれ出てきた。あれナースだからやばい、とっても首が止まりませんすぎるけど、こんにちはみんなは今日何してたの。やばい、本
当はカフェラテ飲もうか迷ったんだけど、今日は早寝するから、矛盾かもしれないけど早寝するから今日はね、仕方なくいつもと違う水飲んでますねえ、好き、ありがとう。最低24時間1回。なんせ、お話ししないでから24時出てくる。今日はまあ、仕事かな。まあ、とは。ああ、鼻がすごい。ごめんね。今日さ、うちでもレッスンから帰ってからさ、めちゃめちゃクオリティオブライフ高い夜ご飯を作って食べたんだ。実は早寝、なお現在の時刻は3時前、でも早寝なんだよ。これもでもこれでも早寝する気でいるんだよまだ。で最近ね、本当に朝にしか寝てないかもしれない。なんかさ、最近おはようはね時々言ってるんだけど、いやでも おはようもね、なんか変な時間に起きすぎてなんか言ってない日もあるかもしれないけど、お休みがマジで言えない。あ、でも昨日そういえばマウスパッドを洗いました。えらい、うち割と綺麗になったマウスパッドちゃん洗ったんだ。これお風呂で洗った。この子とお風呂入ったまである。まあうちは入ってないんですけど、その時全然服着ながら浴槽にこれをつけて洗ってた、一生懸命。朝から夕方まで比較的早めに帰ってこいだけど、帰ってこれたけど、早寝とか言うのは早めに配信始めません。本当だよ。でも今日マジめっちゃ女子力高い夜ご飯食べたんだよ。はい、おやすみ、おやすみ。3時の時点で遅寝なのよ。そんなことはないよ、うちの時点ではまだ早寝、日が昇っていないもの。今日配信を終わったら割とすぐ寝る予定なんだ。予定ね、予定、予想2倍でかい。そう、めっちゃでかいから、本当になんかマウスパッドの洗い方調べたの、記事的に。なんかぬるま湯につけてとか書いてあったんだけど、このサイズのマウスパッドをぬるま湯につけるにはお風呂にお湯ためるしか手段がないの。困った、めんどくさい、ということでずっと放置してたんですが、昨日とうとう洗いました。天才じゃない、このサイズのマウスパッドを洗ったの。ほら、スチールシリーズのやつです。とってもでかい、 XL とかさかな、サイズ。とってもでっかいマウスパッドを洗いまして満足した、うちは。イエーイ青のご飯食べて、今日何作ったかっていうと、お味噌汁と、なんだっけ、あ、親子丼を作りました。あとトマト切った、美味しかった。10日の昼間にマルコも行くんだけど、終わって30分後ぐらいにと1、2分ぐらいにテイクオフする。あ、そうなん、あ、でもそっか、近そうだったわ。行ったことないんだよね。行くか悩んでる。ぜひお待ちしてますよリマさん北海道、それはそうだね。小学生が横になる、あ、でもそれは本当にそんぐらいかも。鶏肉食べました。ちなみにね、親子丼一人分って作るのめんどくさいから、あの少量の鶏肉とかあんまり売ってないから、私は基本的にもも肉は1枚2枚の単位で買っちゃうんですけど、自分で切るタイプなんですけど、なんかめんどくさいから、あの2人分の2人前の量作って明日の昼ぐらいに食べる。で問題は温めちゃうから、ちょっと半熟にしているやつが明日には完熟になるのが悔しいけど、でもね、美味しいからいいの、美味しいからいただきます。スクショタイムお願いしていい？イエーイ。
言、誰の何がだろう、誰のだろう、何のだろう、何か誰かのやつの話した、うち誰の誰の誰の、もう二人前の、うん、ちょっと難しかったみたい。めっちゃ好きやつ、結婚式結婚しないけど、二人分の親子丼は明日の自分用です。だ、一人前の料理ってマジ作るのめんどくさいからさ、だいたいそういう風にしちゃう。分量がちょっとずつすぎて大変。本当に今日はね、爪が2個ぐらいはなくなりになりました。本当に早くちゃんとオフしに行けばいいんだけど、なんかもうここまで取れてさ、めっちゃ取れちゃったの。てかもう半分ぐらい取っちゃったんだけど、そしたらもうなんかこの状態で行ってもなって思い始めている自分がいます。それでは葵ちゃんのナース姿をニヤニヤしながら見ようかと。お待ちしてるよ、ぜひ。本当ださー言うて、取れすぎ、そう取れすぎなんだよ、泣いてる。でもこの状態でさ、ネイル屋さん行くのもちょっと気が引けすぎてさ、迷い始めてるの。余った鶏肉を生姜醤油に漬け込んで、明日から一日漬け込むのはさすがに固くなりそうなので、もうすでに、ちなみに親子丼にしてあるので大丈夫。それはちょっとめんどくさいから全部同じ料理にします。私はだって鶏肉が余ったとて玉ねぎの4分の1個とかめんどくさいんだもの。なら2分の1の方が楽だから、あんまり1人分で作んないかも、料理めんどくさいから。明日の作り置きにもなるしね。別に毎日違うの食べんでよくないっていう、なんかタイプ偏食やから、うち気に入ったものは毎日同じの食べれるタイプやからさ。ちなみにちょっと15分出たら終わります。この後は漫才ジャパン公式ルームで配信しますので、よかったら見に来てね。ラブテイさん、こんばんざい、おやすみなさい、おやすみなさいね。青い、なんで青いよ、そんなに可愛いの、鏡かもしんない。1時間で明太子料理を5種類作ったニャンのセリフ、あれは企画だからだよ。そろそろこっち15分からしょ、一瞬さラジオになったから分かんないよね。おねむなでバレた、おねむかも、バレた。バレた、おねむかも、ねむねむねむ、鏡はまずくね。あー15分なった、いやかも、なんで葵はそんなに可愛いのが、あのシンデレラじゃない、なんだっけ、シンデレラかセリフっぽい。15分経ったので、ちょっと今日はこの辺で個人ルーム終わりにして、この後公式ルーム行きたいなと思います。よかったらこの後バンザイジャパン公式ルームで配信するので遊びに来てください。今週の土日、金土日はいっぱいライブがありますので、ぜひ遊びに来てください。ということで公式ルームでお会いしましょう。バイバーイ。